はい、どうも皆さん、こんにちは、鈴木です。今回はですね、一応ニャンボ来たので、まぁ、ちょっと軽く回そうかなと思います。はい、まぁ、課金してまではちょっと今のところ回す予定ではないんですけど、まぁ、一応6枚持ってるんで、まぁ、2枚ぐらい回そうかなと、個人的に思って回そうかなと思います。はい、まぁ、必殺技を使うたびダメージアップのデカプニが降ってくる。まぁ、これは強いです。めちゃめちゃ強いです。これはかなりスコアタックで、まぁ、同月の動画出したと思うんですけど、あれでは結構強かったのは、まぁ、皆さん知ってると思うんですけど、まぁ、問題はこれなんですよ。自分のデカプニ消すと、自分以外の技ゲージが溜まるってやつなんですけど、いやね、これが微妙なんだよね。これがさ、あのさ、自分だったら強かったんだよね。なんで、自分以外は貯めちゃうかなって個人的には思っております。はい。まあ、これがもし4サイズでデカプニ振ったけど、パッと見なんか4サイズっぽかったんだけど、どうだろう、ちょっとわかんない。まあ、これなんだけど、一応ね、リュータと、武蔵と合わせると強いんじゃないかなと思う、個人的に思って。シンジが結構性能が微妙だから、ね、自分の技貯められないからね、自分で打って。だからそれを考えると結構使えるんじゃないかなとは割と思ってる。うん。まあ出たらいいなぐらいの感覚で、まあいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、福利優は強いね。まあ、福利、まあ、当たりは、ケータ、福利優、剣王、アーソーカのアーマード。まあ、オニグモもまあそこそこかな。で、花坂丸、ラストギラコマ、スサノオ、ゴライコーボーイが当たりかな。まあ、SSS は、まあ、拍手か。拍手は当たりやな。拍手とザ・バイパー。あ、極土入ってんじゃん。極土と、あと、まあ、不動明ボーイぐらい。で、SSS は、SS か、はブルジョアかな。まあそんなもんか。まあ一応回してみるか。まあ年末年始に回したいんだけどね。うん。さあどうでしょう。まあ期待はしてない。まあ SSA 仕様が出れば、まあ見どころさんみたいなところ。あ、バレンタイン来ました。はい。いやあ、パッと終わっちまう。すぐ終わっちまうな。大体こんなもんよ。まあ、当たった人はおめでとうやね。なんか今遅かったけど、気のせいか。どっかの工程が気に入ってる方やね。